ジュニア NISA、これから始めても遅くありません。ジュニア NISA とは、未成年の子供の名義で年間80万円までを非課税で運用することができるお得な制度となります。投資可能期間は2023年までとなるので、残りあと3年となります。継続管理勘定へロールオーバーをすることで、子供が成人になるまで非課税で運用することができます。購入方法は一括もしくは分割となります。ジュニア NISA は相続税の対策にもなりますので、お得な制度となります。制度の廃止に伴いジュニアNISAは年々人気となり、口座の開設数も年々増加しております。ジュニアNISAは口座の開設までに1ヶ月から2ヶ月程度時間がかかります。これからジュニアNISAを始めようと思う方は、10月中には申し込みを行わないと今年の投資に間に合わないかもしれません。未使用の非課税枠は翌年以降に繰り越すことができないので、始めようと思う方はお早めに手続きをしてください。ぜひお得なジュニアNISAを活用してみてください。